これはこの岩の下に入れば大丈夫ってことかな。あ、そのまんま。ついてきてなかった。だから君は大船に乗ったつもりで、オルディン橋を狙って撃つだけでいいから。でも手加減はしてほしいから。なるほど。あー、なるほどね。こっちじゃなくて直接そっちに乗り込むパターンっすか。で、橋どれ？あれか。うん、うん。てい。あ。え、待って。どうやって撃つのこれ。待って。どうやって撃つのねえ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 。ね、撃ち方がわからないよ。だって今まではさ、爆弾の軌道みたいな感じやったけどさ、爆弾、後ろから入れていい？ああ、飛んでったな。もしかしたら爆弾入れずにでよかったんかもしれんけど。うわあ、そういう感じ？ダルキュルの顔やったよね。おかえり。なるほど。なんか脳にダメージ受けてそうだけど大丈夫か。やったー、コロ。僕らってやればできるコロ。ダルキュルの守りすごいでしょ。よし、この先も僕が玉になるコロよ。さあ、橋を渡るコロよ。大丈夫なのか。とりあえずなんか無事そうだね。ご先祖様のダルキュルの守りはすごいコロ。さあ、早く橋を渡るコロよ。あざす。待って、回復しとこう。とりあえずこの辺のから適当に使っていこうと思うんだけども、なんかね、真珠に乗り込むんやったら料理の方はちょっと置いといた方がいいのではと。この先も弾が必要ってこと？あ、そっか、弱らせたら乗れるって言ったけん、まだ弱らせる段階があるんか、次。真珠バルーダニア。これに乗るんか。ねえ、オートセーブ入った？またさっきのボコブリンやっけ？あの前に戻るの嫌よ。さすがに入ったよね。だってクエストも、進行したし。うわぁ、なんかめっちゃ解き放ってくるやん。やめてや。なん、そのドローンみたいなの。これに見つかったら攻撃してくるんやっけ？偵察機みたいなやつよね。うわぁ。数多いって。見つかる気しかしない。あわあわ。いつもあの偵察機が厄介頃よ。あれに見つかるとルーダニアが暴れてデスマウンテンを噴火させる頃。僕、いつもすぐ見つかっちゃって、何度も火山弾を降らしちゃう頃。まあ、だって、体でかいもんな。組長なら火山弾を振り払って強引に行くけど、君が食らうと一コロコロ。迷惑かけたくないし、止まるか進むか、僕に合図を出してほしい頃。じゃ、その合図を決める頃。何かいい方法ある頃？口笛じゃない？口笛？なるほど頃。口笛で気づかれたりとかする？ウィンク見えんやろうし、テレパシー無理やしな。君の口笛が聞こえたら僕は止まったり進んだりしたらいいからね。ちょっとお馬さんみたいであれだけど。じゃあ僕が偵察機に見つからないよう口笛で合図よろしくころ。なんでそこで一番にお馬さんが出てくるんだ。普通犬とかじゃないのか。え、ねえねえ、口笛どうやってやるんだ。これか、違うな。ふんふん、十字キーしたね。オッケー。ねえ、その前に道がわからねえぞ。まあ、とりあえずあの偵察機がおるあたりに行くってことよね。ふんふん。これはこの岩の下に入れば大丈夫ってことかな。でもこれさ、私の場所と君の場所違うよね。
私が偵察機逃れとってもさ、君が入っ、あ、そのまんまついてきてなかった全然ついてきてなかったよ、ごめんそっかそっか、ちゃんと解除もせんといかんのやね。はい、来て来て。で、あの、この岩の下に入って。おっと。ミファーの祈り、いつでも使えるよ。あ、ありがとう、ミファー。あっちからこっちに戻ってくるの早いよね、偵察機。次行ったら、進もう。次、ここの上を通り過ぎたら、行くよ。行くよ、行くよ。でも私がダッシュしたところで、ユンボーがね、追いついてこなければ。次、隠れれる場所はどこ？私が壁登っていっても、うい、ユンボーついてこれんよね。え、ここ絶対見つかるくない？あ、なんか動かせるな、岩。別に岩を動かしたけん何ってこともないな。岩の後ろに隠れれるってわけでもなさそうだし。いい。ここはダッシュで行くしかないんかな。え、この差は絶対、え？待って。ですよね。来られないっすよね。来れないんすよね。やっぱりじゃあ、ダッシュしかないよね。通り抜けることもできないってこと？はい。燃えてるよ。今直撃してなかった？めっちゃ当たってますよね。落ち着いた？とりあえず一旦落ち着いたっぽい。え、ユンボー？え、これもう一回なパターンですか？やめてよ。え？おい。え？もう一回なのこれ。絶対見つかるってそこ。待って、回復する。回復します。あ、そっか、もったいないな、これ。ポカポカか。待って、とりあえず、一旦、体力を、ギャー！集中攻撃。死ぬって。動けんやん、ユンボー。これもしかして撃ち落とせる？撃ち落とせる？これ。ね、これはさ、炎がついてるからか？全然飛距離伸びないんだが。お！何？どこの部分に当たったんだ、今。おいでー。なんかあの辺も通り抜けられなさそうなところがあるんすよね。来てる？来た来た。あ、でもさ、一体につきあんな20本ぐらい矢使いよったらさ、めちゃくちゃないと無理な気がするんやけど。こっちまでは来なさそうだな。え？これルーダニアじゃない？もうそこにいるじゃねえか。でも、まだ、
目的地ではない。こいつどれぐらいの範囲移動する？でも結局こいつもやっつけんと無理そうな感じよね。ねえ、その、えい、危ない。ね、この道の幅いっぱいいっぱいやけん。無理そうだな。あんま動かないでほしいんですけど。とりあえず偵察機全部壊そう。めっちゃズリズリ。どれぐらいの高さかな。こんな感じか。で、ちょっと離れたところからじゃないとね、真下に行ってしまったら。いいぞ、いいぞ。もうこの辺の邪魔な偵察機全部やっつけたんじゃない？いや、でもさ、全部やっつけたはいいんやけど、全部やっつけたはいいんやけど、やっぱ引き返して最初の方のも全部やっつけんといかんのかな。ユンボー頑張ってついてきてね。めちゃくちゃ周り破壊しまくっていく。どこぐらいまで伸びるこれ。あー、ここが限界っぽいな。ね、ここが限界っぽい。あぶねえ。ちょいと待ってね。上に登って。あ、ここにもあった。なるほど、なるほど。そこそこに、これがあるけん。そこそこでこれを持って、やっつけんといかんかったんやな。おそらく。はあ。あんなにも、あんなにも矢を無駄にしたのに。悲しい。これでもうおらんのじゃない？ね、これどうするの？さすがに、嫌じゃダメだな。で、やっぱ大砲ってことやと思うんやけど、この位置なら当たると思う。ユンボー遅いよ。はいはい、早く。よし。違う違う違う。えい、リモコン爆弾。からの、シャキ。で、こうやろ。はあ、ほら、こういうことや。なるほど、なるほど。ってことは、これで、あと、まあ、見落としがあるかもしれんけん。多分、あと2、3箇所あるってことかな。把握しとる分では、あと2箇所？大丈夫か。やったころ。この調子でルーダニアを追い詰めるころ。頑張ろう、頑張ろう。よしよしよし。ほい、ということで、ちょっと、まあ、やり方が分かったところで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、とりあえずこれで、ま、マグネキャッチっていうちょっと懐かしいやつも思い出したし、そっかそっかそっか、そういう風に使っていくのね。マグネキャッチ、あれで攻撃できるんや。なんか物移動させたりとかさ、扉開けたりとかさ、そんな感じでしか使ってなかったことない？使いよったんかな？まあ、でもあれでサクサク進めたけん、もうちょっと早く気づいとけばね、よかったんやけど、最終到達点まで多分行ってしまったんよね、あれ。